道内でもなかなか減らない特殊詐欺の被害を防ごうと、網走出身の歌手が一肌脱ぎました。昨年北海道警察が、網走出身の演歌歌手走祐介さんです。不審な電話はすぐ警察に通報します。この電話収録しているのは、社会問題になっている特殊詐欺を防ぐための留守番電話のメッセージです。今日、網走市では市内に住む高齢者の住宅を警察官が訪問し、早速走さんのメッセージを留守番電話に設定しました。すごく心強いですね、こういうのがあると。今まで特に対策しておりませんでしたので。網走警察署の管内では、今年1月以降30件を超える特殊詐欺に関する相談を受けていて、家にいる時も留守番電話に設定することを呼びかけています。